新井監督コーチ未経験で監督就任1年目なのにいくらなんでも有能すぎる。4年連続 B クラスを4番5番不在の中で首位とゲーム差なしに150キロでない不調だった栗林をビハインドから使い続けてついに最速154キロのクローザーに復活させる。4番不在の中でウェホンオンリーワンの選手だからと4番に起用して7連勝。去年リーグワーストだったチーム盗塁数をリーグ1位にする。サード兼保守起用だった坂倉を保守固定にする。ここぞの場面で外国人打者にも代打を送る。先発の球数を考えて投手陣を安定させる。いくらなんでも有能すぎるわ。1年目やぞこれ。3級男前の藤井、これで優勝したら伝説やろう。ようやっとる。序盤はダメかと思ったが学習して修正できたな。2位にまだこれからだよ。笹岡との落差に草。まるで1年目がフェア今の新井さんは監督が有能だと何も残さんからな。コーチ育成も兼ねててえな。投手陣できすぎやろ。目立たないよな。それこそがいい監督なんやろな。幸いです。カープが好調だから。康介が口復活してるのほんまなぞ。新井効果なんか。選手もやりやすそうやしえな。開幕3連戦はマジで終わったと思ってたが選手の受けは良さそうだけど、新井監督って本当に優しい監督なのかな。これはイケメン監督新井さん。このチャンネルでは野球の速報や面白いネタを配信しています。チャンネル登録よろしくお願いします。